招かれざるお客様ですね。誰かと連絡を取っているのでしょうか。先ほどは気づかれないよう身動きが取れなかったため、よく聞き取れなかったのが残念でしたね。とにかくこれ以上ここにいるわけにもいきません。キアナさん、ヨルムンガンドの注意を引きつけておいてくださいね。こちらにもやるべきことがありますから。副隊長、心配していました。アルビトルさん、ご無事で何よりです。空の律者に助けられたんです。どうして彼女が私たちを助けたのでしょう。それは私もよく分かりません。副隊長、本部に連絡しようと試みたのですが、妨害を受けて。分かりました、すぐ合流しますので。まだ危険から脱していませんよ。ください。艦長様は私がお守りします。本部との通信が取れない以上、メッセージを残すしかありませんね。ミッションコード「朱月」、報告対象「デュランダル」、報告人「リタ・ロス・ヴァイス」。デュランダル様とはしばらく連絡を取れていません。キアナさんのご友人たちはそろそろこちらの正体に反応する頃でしょうね。艦長様、本気で私に勝てると思ってるの？進捗はどうだ？上条製薬の秘密が暴かれた今、実験に残された時間は多くない。すでに人手を全部投下したさ。私は魔術師じゃないからな。魔法なんて使いやしない。天命のバルキリーが起こした騒ぎのせいで、ペースが乱れちまった。でも、それはどうでもいい。一番危険なのは、空の律者もこちらを狙っていることだ。あの律者の娘は、この計画を台無しにする火種になりうる。足止めするんだ。
足止め？あいつは憎いけど、私は狂ってない。たとえお前が今の10倍以上の化け物を作り出し、そいつらを全部向かわせたとしても、空の律者を足止めできないくらい力の差は歴然だ。第二次崩壊で彼女が何をしたか思い出せ。律者との戦いは人数を増やせばいいってもんじゃない。それは私よりお前の方がよっぽどわかってるはずだ。一時間前の現場記録を確認したが、あの娘は資料に記されている律者レベルの破壊力を有していないかもしれない。覚醒したばかりで自分の力を完全にコントロールできていないのだろう。彼女に対するあんたの恐怖は子供の頃のトラウマに過ぎない。それに以前聞いた情報によると、新たに生まれた空の律者は天命本部で暴走するもわずか数時間で制圧されている。当時天命には S 級バルキリーが3人いたと聞いたが、そのうちの一人リタロス・バイセはあんたと手合わせしたばかりだろう。結果我々が用意したトラップにまんまとやられたではないか。これでわかるはずだ。神聖律者の力はあんたが思っているほど手の届かない存在ではないかもしれない。聞いた？お前の話は仮定ばっかりだな。天命の司教が別の手を隠し持っていたらどうする？オットーが、あいつはバルキリーの背中に隠れる臆病者だということを誰もが知っている。オットーに問題を解決する力があると信じるぐらいなら、奴が卓越した装甲を発明し、退役間近のベテランバルキリーに装備させて、一撃で空の律者を倒したと言った方が信じられる。そのユーモアセンスには感服するよ。渡りガラス、成婚計画のために組織は何年も準備してきた。災害により警戒状態に入り、かつ市民の疎開が即時にできないほど人口が過密な巨大都市。今以上に理想的な実験条件はないし、今後も見つかる保証はない。それに最も大事なことは、孫主がここを見ている。ここで人類の未来を見たいと願っておられるのだ。私たちに退路などない。すべては蛇の望むままに。行動に移そうとしてるみたいだね。私たちが着いた途端すぐに行動を開始するとは。少し車が動くよ。ベストなタイミングは自分たちじゃ選べない。そうでしょ？
工業エリアから十分距離が取れたら行動するよ。キアナ、あのマントをかぶった女には注意して。リタとの戦闘を見たところ、彼女は陰湿な手段を使うのが得意なようだ。分かってるよ。倒れてたバルキリーたちもあいつのガスのせいで戦闘不能になったんだから。あのガスは不朽なる刃を無力化できる。おそらくヨルムンガンドは体内の崩壊エネルギーを無効化する化学兵器を用意したのかもしれない。だけどそういった兵器には2つの弱点がある。1つ目、もし相手も崩壊エネルギーを使って戦うのであれば、自分が巻き添えを食らわないよう遠くに逃げなければならない。2つ目、それらの機体は密閉空間でないと効果を発揮できない。それがあのマント女がリタと直接戦わずに実験室で罠にはめることを選んだ理由だね。屋外で彼女と1対1で戦える機会を可能な限り伺って、同時に万が一の準備もしないといけない。ねえ院長、それでも私思うんだけどさ、彼女とは早々に決着をつけなくちゃいけないって。者の体は随分と頑丈なんだな。これであんたも崩壊エネルギーを使えない。平等な条件で私と戦える自信あるの？お前に平等など永遠に訪れない。
狩猟開始。俺の質問に答える義理はない。ジャッカル、片付いた。予想通りだ。対処法を見誤らなければ律者も倒せない化け物ではない。渡りガラス、彼女を実験室に連れてこい。コウコの憂いは早々に積むのをおすすめするが、今殺したらもったいない。律者だぞ。生きている律者だ。今すぐにでも彼女を解剖したいくらいだ。狂ってやがる。そいつは私が連れて行く。残った者は仕事を再開しろ。あらあら、少し遅れている間に倒されてしまっているなんて。でも悪いことばかりでもありません。少なくとも血清ガスには解毒剤があることが分かりました。それではもう少し耐えてくださいね、キアナさん。何せこの意地悪なメイドをあなたは顎で使ったのです。目には目をということにいたしましょう。ひとまず今は支援が早く到着することを祈るばかりです。
招かれざるお客様ですね。どうやら警備がかなり厳重になってきたようですね。副隊長、ジランダル様からまだ返答はありませんが、本当に続行しますか？あの部下として勝手な行動は慎むべきかと。この前の行動の時点でだってリタさんは不利な状況に陥っていました。そして力を失ったまま一人で任務を遂行するのはあまりにも無謀ですよ。アルビトルさんの言う通りですね。指揮の失策、判断ミス、そのせいで部隊に損失を与えました。リーダーとして私は全責任を背負うべきです。でも作戦が終わるまでここにいる私にはヨルムンガンドの計画を止める責任があります。計画を止めるですか？デュランダル様が到着すれば速やかに勝利を手にすることは確かです。ですが万が一デュランダル様がここに来られなかったら、もしくは彼女がここに来る前にヨルムンガンドがすでに計画を完了させたら、そうしたらこの都市はどうなりますか？勝利というものが数えきれないほどの人々を犠牲にして、その屍に埋め尽くされた場所で敵を倒すことなら、そんな勝利バルキリーとしていりません。ですのでデュランダル様からのご返信があるまで私も何かしないといけません。これは私が自分に与えた指示、私一人の任務です。感激しました。それほどまでの考えに及びませんでした。お許しを副隊長。でもくれぐれもお気をつけください。今の副隊長は一般人よりも少し強いだけの状態ですから。アルビトルさん、バルキリーの戦いは何も崩壊エネルギーに頼るばかりではありませんよ。今まで受けてきた訓練は私の体に刻まれています。一日も忘れたことはありません。疲れを取るなら休息が一番です。副隊長、英鉄装甲の調整が完了しました。まだ崩壊エネルギーは使えませんが、限られた時間の中でなら今まで通り機能します。ありがとうございます、アルビトルさん。では例の解毒薬から。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。ご用でしょうか？かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。私の力を信じてください。
研究所です。手がかりはその研究所から入手できる可能性。待ってください。エオス号の残骸がすでにバラバラにされ運ばれたのでしょう。嫌な予感がしますね。兄の夢を見た。彼と別れたその日の夢を。破壊は突如訪れ、私たちは故郷を離れるほかなかった。食料、薬、水、何もない環境で人々は物資をめぐって狂い、殺し合いをする。災害から逃げ延びる道中でたくさんの人が死んでいった。私も生き残れるなんて思わなかった。あの、お願いだ、アリも一緒に連れてってくれ。君はまだ若いから理解できないかもしれないが、よく聞いてほしい。略下に祝福されし少女よ、命というのは高く脆いものだ。人が生き残るには無数の命が犠牲になる必要がある。牛羊からその血肉をいただき、稲穂からその種をいただき、木々から薪と果実をいただく。無数の破滅が一つの命になる。その代価は極めて高い。この困窮した時代ではそのような犠牲を許される価値のある人間だけが生き残れるんだ。残念ながら君のお兄さんにはその価値がない。お兄さんの言葉を受け入れるべきだ。君が生き残るために犠牲になった者たちの代わりに勇敢に生きるんだよ。君の価値を見せてやるんだ。彼は私を連れて、私を守り、私を訓練した。しかし今になっても兄の夢を見ることが怖い。ちゃんと生きているかと兄に聞かれるのが怖い。どうだ、そろそろ回復しただろう。自分のことを誇らしいと思ったか。あんたは空の律者を倒した。ヨルムンガンドの意志は止められないことを証明したんだ。同時に崩壊が律者に破壊的な力を与えても、そいつらは血と肉でできた体にしか過ぎないという私の結論を証明した。ジャッカル、お前何をしているのか分かっているんだろうな。分かっているさ。組織が設立されてから生きている律者どころか律者の研究サンプルすら入手できたことはない。彼女に対する研究は崩壊の本質を理解するのに飛躍的な結果をもたらす。その研究とやらで崩壊により死んでいった人を生き返らせることはできるのか。我々研究者にとってこの機会が何を意味するのか、あんたには理解できまい。敵を理解できなければ敵に勝つチャンスは永遠に来ない。それがあんたにどれほどの苦しみを与えたとしても、
それを受け入れ、その正体をはっきりさせ、倒す機会を探るのだ。それができなければ、あんたが今まで経験した苦しみは無駄になる。それに、個人の苦しみも失敗も、所詮数十億分の一という微々たるものに過ぎない。治療が必要な苦しみは一つだけ。それは全人類共通の運命、崩壊がもたらした苦しみだ。だから今は自分の仕事をするがいい。空の律者はお前の手元にある。起動のスイッチもすでに用意できた。今となっては誰にも計画の邪魔などできないさ。スイッチを押そう。2時間後、天球市の人々は神聖を迎える。艦長様、前に入手したデータによりますと、このエリアは工業エリアの薬物研究所になりますね。うまくいけば、この中に解毒剤の手がかりがあるはずです。もしもの話ですが、副隊長が敵に見つかってしまいましたら、英鉄猟犬の自動モードをオンにしてください。危ない時にフォローしてくれます。アルビトルさん、少しは私を信じてくださる？ご安心ください。艦長様は私がお守りします。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。HSN-B46、 保管場所はここですね。やはり厳重に守られています。メイさん、お久しぶりですね。
あの人を通じてあなたが送ったメッセージを受け取りました。どうやら幸運の女神はまだこちらにいるようですね。私が期待していた支援が到着しました。テスラ博士はご一緒ではないのですか？あなたのメッセージを受け取って最悪の事態を想定してきました。今回あなたの悪巧みじゃないことを何をもって私は信じればいいのですか？刀が首に当てられているとき、嘘は賢明な選択ではありません。周りを見てみるとわかると思います。ここには待ち伏せなどいませんし、今の私はメイさんに反撃する力もありません。取引をしていただきたいだけです。あなたが解毒剤を探してくれましたら、キアナさんの居場所を教えて差し上げます。ここでは私たちは同じ戦線に立っています。利害が一致したようですね。ではよろしくお願いしますね、メイさん。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。約束したことはもう果たしました。次はあなたが約束を果たす番です。この工業エリアの管理棟底部の奥にヨルムンガンドの実験室があります。そこでは崩壊関連の実験がいろいろと行われていました。キアナさんが監禁されている場所はおそらくそこだと思います。地図と行動ルートをお渡しします。これはどういう意味です？リタさん、もう一つ欲しいものがあります。あの目、ハイヘビの目が欲しいです。仰せのままに。これであの子は最後の自由を手に入れられる。はあ、メイさん、これ以上遅れますとキアナさんがあの実験室で辛い思いをするかもしれませんよ。ではこれにてお別れといたしましょう。次に会う時はその刀が私の首筋に当たることがないよう願っております。解毒剤の件はこれで一段落ですね。次はエオス号が一体どこに隠されたのか調べましょうか。ウルちゃんだ。
戦に入りたいわ。ちょっと不安かも。了解です、艦長。オンセッヘッセッセッヘッセッセッ、私の番です。できたよ。キアナ、キアナ・カスラナ、目を覚ませ。でお前はほんの1秒にも満たない時間しか気絶しなかった。お前の体は奇跡の塊のようだ。どんな苦しみを与えても元に戻る。まだ話せるか。あんたたちの実験、研究室での実験はどれくらいの人が生き残れるの？
すの気になるのか。空の律者にとって死亡者の数など晩餐の後の食卓にあるパンくずのように意味がないと思っていた。答えが分かったら教えよう。その時まだ私の声が届けばの話だが、次の項目、律者コアと身体組織の接続反応。あんたの細胞組織の崩壊エネルギー体制に驚いたよ。崩壊エネルギー溶液を注入したら聖痕が輝き始めた。ああ、なんて美しい刻印だ。孫主が約束してくれた未来に自信が湧いてきたぞ。聖痕といえば、あんたたちが天命のワクチンを盗んでバルキリーの敵になっていろいろしたのに、ゾンビの他にこの都市で成功を持つ人間を一人も見なかった。あんたの計算はきっと間違ってる。実験サンプルに対し専門的な問題について討論するつもりはない。だって馬鹿げているだろう。数式の小数点を間違えてるかもしれない。私もテストの時によく。お前は運に恵まれた虫けらだ。神のような力を手に入れればこの世の全てに口出しできるとでも思っているのか。これは人類の運命を変えられる素晴らしい知識だ。そのようないい加減な比喩でこの深刻な話を愚弄するのは許さない。ワクチンの改造もどれほどの崩壊エネルギーを使えばこの都市にいる人々の精魂を完全活性化できるかも。それらの鍵となる知識は私のような非凡なる才能の持ち主以外に理解できます。崩壊エネルギーはどこに放たれる？都市の中心？それとも郊外？質問が多すぎる。テストを飛ばして解剖を始めるとするか。はあ、たったこれっぽっちの答えのために無駄な時間を費やしちゃったよ。いいや、どうせこれ以上情報は得られないだろうし。嘘泣きは女の子の必須スキルでしょ。あんたのテストも言うほど痛くなかったし。覚えておいて、今日私が壊すのはこのガラスだけじゃない。あんたたちの成婚計画もだ。あんたは まずは自分の犬頭に気をつけなさい。
前に進もう。キアナ、その体本当に大丈夫なの？こんなこと言うのもなんだか変だけど、あいつが与えた苦しみ、準備できたよ。場所じゃないよ。私はとにかくここは危ないの。ごめん、もうみんなを
巻き込みたくないんだ。キアナ、今は過去を懐かしんでいる場合じゃない。敵が通路からこっちに向かってくる。メイさんにも戦闘準備をしてもらおう。メイ先輩、少し時間が欲しいの。まずはここを出て、この都市の危機を解決したら、また話をしよう。リタさんから情報をもらってここに来たの。だから事情はもう把握してるわ。でも、キアナちゃん、これだけは分かってほしい。私も、ハイペリオンのみんなも、ずっとあなたを待っているから。
頼していただきありがとうございます。さっきの実験室であの犬頭をかぶったやつが計画を漏らした。ワクチンを改造して人体の精魂を活性化させる他に、ヨルムンガンドは都市レベルの崩壊災害を起こして精魂の完全活性化をするって。詳しい時間と場所はわからない。ここを全部探しても計画を止められないわ。場所は把握しましたよ。キアナさんは元気なようで安心しました。彼女を捕まえるというなら私がそれを許しません。メイさん、落ち着いてください。この都市では同じ戦線にいると申し上げたではありませんか。先ほどキアナさんがおっしゃったヨルムンガンドが崩壊災害を引き起こす計画、その後半部分は大方察しがついています。崩壊エネルギーの使用が厳しく管理されているこの都市では、本来なら大型崩壊を引き起こせるほどの力はありません。しかし検査を受け合法的に都市に入ったものなら話は別です。特に崩壊エネルギーを駆動システムに使う大型の乗り物、例えば私の戦艦エオス号は最高の餌になります。つまりあいつらはエオス号から崩壊エネルギーエンジンを外し利用しようとしているのでしょう。天球史の市民に最大限の影響を与えるため、そのエンジンは都市中心部の信号塔の上に設置されています。保護ケースを外しエンジンを一定時間オーバーロードさせれば、巨大な崩壊エネルギーを放つ次元爆弾となり、ボーン。その後はいくら調査しても天命は言い逃れできないでしょう。これ以上ここで時間を無駄にはできないね。ええ、しかし相手もこのまま私たちをここから出すつもりはないようです。あいつさっき倒したのに。キアナさん、あなたが私に言ったことを覚えていますか？災害を止めることは逃げることよりも重要なことだと。私がお相手します。爆弾の解除はよろしくお願いします。わかった。あの時、助けに来てくれてありがとうございます。これで借りを返します。力を取るなら急速が一番です。よっは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 っ捕まえましたね。はっ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 もがき苦しむ魂よ、ここに永遠に眠りなさい。やっは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 っここに永遠に眠りなさい。
応答するのが遅すぎではありませんか。あ、デュランダル様に捕まっても知りませんよ。ご用でしょうか。準備できたよ。前に進もう。ここは私のホームグラウンドだよ。前に進もう。
で誰かを傷つけさせはしない。もうすぐ。メイ先輩、また会ったな。今回は誰にも邪魔させない。できたよ。メイ先輩。大丈夫。キアナちゃん、私に構わないで。集中して。どいて。今ならまだ間に合う。あんたたちの計画は人助けなんかじゃない。虐殺だ。虐殺？第二次崩壊を引き起こし、人類史上最大の人殺しが、お前のような化け物に、私たちをとやかく言う資格がどこにある？お前のせいで死んでいった人の声を聞いたことがあるか？崩壊エネルギーに感染して死んでいく者。主人の死に悲しむ女たち。親や兄弟の元から引き離され、傭兵にされた子供たち。彼らの叫びも、彼らの泣き声も、お前に聞こえるわけがない！実験が成功すれば、人類はもう二度とお前がもたらすすべての苦しみに耐える必要がなくなる。もう一度言う。どいて！ここは私のホームグラウンドだよ。前に進もう。前に進む。Hit!
たよ。前に進もう。わかった。力で誰しも前に進もう。ロックとアンドル。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。殺すがいい、空の律者。今までお前が平然としてきたように。実験はもうすぐ始まる。今さら何をしても結末は変えられない。お前の足止めはできた。この戦いは私の勝ちだ。待って！ここまで来たっていうのに時間がないなんて。きっとまだここを出る方法がある。ここに閉じ込められるわけにはいかない。キアナ、空の律者の力を全解放しよう。委員長、今なんて。あなたの体の中にある空の律者の力を目覚めさせるんだ。そうすればエンジンが爆発するまでにたどり着く。災害を阻止できる可能性はまだ残っている。委員長が何をしようとしてるかわかるよ。それが唯一の方法だってことも。でも委員長はもう力がだいぶ弱まってるから。彼女の人格は私が全力で抑える。だからキアナは心置きなく律者コアを、力を使うんだ。あなたの言った通りだよ。いつか過去を思い返した時、自分が逃げてばかりだったなんて私も嫌だからね。崩壊のせいで犠牲になった人々は
すでに過去のもの。あなたの努力で世界がより良くなっていくことを目にする機会はなくなるけど。でもあなたがまだ生きている人々にそれを見せることができるなら。あなたがするべきことをするんだ。ありがとう、委員長。勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。そうだよね、約束したもんね。
一緒にこの完璧じゃない世界を私たちの望み通り変えてみせる。戦場のお掃除を始めさせていただきます。次の任務に行きましょう。
伝えしていただきありがとうございます。道はまだまだ長いんだから。戦場のお掃除を始めさせていただきます。よっ、私の痛みを和らげてくれるといいな。戦場のお掃除を始めさせていただきます。招かれざるお客様ですね。準備。カバンにして。道はまだまだ長いんだから。戦場のお掃除を始めさせていただきますと。かしこま、捕まえましたよ。勝利はこの一撃に。せっ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 せ
待っていても乗り越えてみせる。信頼していただきありがとうございます。捕まえましたよ。次の任務に行きましょう。戦場のお掃除を始めさせていただきます。
待っていても乗り越えてみせる。戦場のお掃除を始めさせていただきます。目標が姿を現しました。疲れを取るのに捕まえましたね。やっはっはっを終えました。次のご指示をどうぞ。信頼していただきありがとうございます。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。捕まえました。次の任務に行きましょう。戦場のお掃除を始めさせていただきます。よっ、捕
魂はここに永遠に眠りなさい。準備が完了しました。任務完了。お待たせいたしました。信頼していただきありがとうございます。準備。私の痛みを和らげてくれるといいな。信頼していただきありがとうございます。ここに永遠に眠りなさい。失礼いたします。
戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。信頼していただき、ありがとうございます。はっ、はっ、やっと、はっ、やっ、はっ、はっ、ふっ、は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 っ、よーし、これは神のご意志なのか。ピンクの妖精さん？まあ、どうしてもそう呼びたいのなら、ほら。いつでもどこ。華麗な舞踏会にしましょう。はっ、その心を痛めるわ。潰れろ。やっ、せい、はっ、
足元に気をつけて。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめてね。華麗な舞踏会にしましょう。せっ、こっちよ。捕まえた。やっ、あっ、やっ、ふっ、あっ、あっ、せっ、ふっ、やっ、潰れろ。華麗な舞踏会にしましょう。情熱的なのね。捕まえた。その心を痛める。焦らないで。捕まえた。星が流れたら願い事をしてね。足元に気をつけて。外れよ。夢の共演よ。無可の時代に向けて。
この格好は好き？それとも私が好きなの？